Radio 77.0. Come together, all you radio lovers. Beginners are welcome. Charge.ひなこがお届けしているチャージー。さあ続いては今週のチャージーウィークリーレコメンドソングアーティスト、滋賀アイドルコレクションにも登場してくれます未来スカートのレイニャンからメッセージが届いてます。チャージーのリスナーの皆さん、きなこさん、こんにちは。未来スカートです。今週のチャージは私たち未来スカートが毎日登場しています。3日目の今日は今日リリースのデビューシングル名もない音についてレイニャンこと愛谷麗奈がお話ししたいと思います。この CD に入っている4曲はどれも私たち未来スカートが初ライブをした2014年6月27日からずっと大切に大切にパフォーマンスをしてきた曲です。一曲一曲に思い入れがあるのですが、特に表題曲の名もない音は未来スカートの大切なファンの皆様にも一番人気の曲で、歌えば歌うほど聴けば聴くほど好きになる曲です。私レイニャンはこの曲を聴くたびに夢への一歩を踏み出すことでどれだけ可能性が広がるのか、一歩を踏み出すことがどれだけ大切なのかを改めて感じます。今未来スカートとして活動できていることの喜びも歌うたびに感じます。多くの人の背中を押すようなポップで明るいサウンドの曲なので、皆様ぜひぜひ聴いておくれやす、よろしくお頼申します。そして私たち未来スカートがこちらの番組に登場するのも明日で最後です。明日もぜひ聴いてください。そして来週のチャージに私たちが生登場します。ぜひスタジオに遊びに来てください。では最後に今日リリースの私たちのデビューシングル名もない音を聴いてください。以上、未来スカートのレイニャンでした。バイバーイ。発信するはんなり&ポップなアイドルユニット、確かにリエナもねはんなーりゆったーり喋ってくれてましてね、癒し系でしたね。滋賀アイドルコレクションでオープニングアクトとして登場してくれますから、この4人に皆さん会えますよ。ぜひね、3月22日は安文化ホール大ホールに大集合してください。未来スタート、名もない音をお届けしました。 E-Radio